ご覧いただきありがとうございます。今回はですね、こちらのレオパレス物件なんですが、なんとこちら 2DK のファミリーさん向けのレオパレスとなっております。まず2階のこちらは寝室ですね。ベッドが、レオパレスということで、家具家電付きなんですが、ベッドがある洋室、下はこの絨毯がね引いてある状態なので、下にあまり音が響きにくいようにされてますね。で、収納がこれちょっとね高い位置にあるんですけども、結構奥に入りますね。スーッと奥まであります。で、カーテンもね、もちろん全部屋についておりまして、こういうブルーのいい感じのね爽やかなカーテンがついてます。で、2階の廊下をまたいで反対の洋室、こちらはちょっと広い目の洋室になってまして、床全部ね、これも絨毯張り、カーペット張りですね。これもカーテンがありまして、これエアコンがありますね。ここにも収納があるんですが、こっちは下まで、ずっと上から下まで使っていただけますので、大きな収納になってますね。では早速、1階の、リビング等のお部屋もね、見ていただきたいと思います。手すりがね、ずっと、ついてますので、ちょっとこう安心して降りていただきますね。玄関がこちら側にありまして、シューズボックスがこんな感じで使っていただけます。結構ね大きい容量のある。で、こちらに、洗面台や、またこの浴室、浴槽もね大きいですね。単身採用のちょっとレオパレス物件よりは大きなお風呂になってる気がします。で、お手洗いがありますね。このスペースとして結構ゆとりのスペースですね。で、先ほどの階段を通りまして、洗濯機置き場、洗濯機がもうすでに、置いてますね、やっぱり家電付き。で、リビングです。なんとキッチンはこちらのカウンタータイプで、システムキッチンとなってます。なんと3口のコンロがついてますので、もうお料理がもうはかどります。このね、こうこっちでなんかこっちもできるっていう。で、奥にはこの冷蔵庫と電子レンジがありますね。全部もうついてるお部屋で、奥がリビングのスペースですが、こちらのカウンターからのね、リビングスペース、家族団らんのね、場所です。ソファーとかも十分に置いていただけます。簡単にね、カウンターでも椅子を置いたらここでご飯食べれますね。で、大きな窓から、外に洗濯物を干すことができるようになってますね。で、ここまでね、入れます。すっきりしてますね。閑静な住宅地で、前がすっきりしてますので、のびのびと暮らしていただくにはすごくおすすめの環境だと思いますね。またぜひ詳細の方も弊社のホームページでご覧ください。奈良のおもてなしの心、賃貸でも好きで、皆様のご来店ぜひお待ちしております。